こんにちは、マースケーチャンネルです。お絵描き完成しました。今回はね、今日朝から始めまして1日で描き上げてしまいましたが、まあ、ちょっと難しいと思ったのでね、余裕を持ってね、今朝早起きしたので描いたんですけども、面積が小さかったので、まあ、1日で終わってしまったというわけです。それでは説明させていただきます。まずは下書きは いつものように鉛筆の 2H で描きました。はい、下地塗りになります。ちょっと今画面がね小さいので拡大しますね。はい、下地塗りは肌の下地塗りなんですけども、いつものように薄橙、目の方は黒とそれから茶色、唇の方は下地塗り、下地で、桃色を塗りまして、上から薄紅色、そして赤紫を重ねます。はい、髪の毛に取り掛かりました。髪の毛は光が当たった部分に黄色、それから群青色、そして、黒で下地、髪の流れをなんとなく描いておきます。今回のね、この絵はね、もうあと2日でクリスマスということです。イブということですが、クリスマスに合わせたサンタクロースのコスチュームということで、ね、クリスマス過ぎないようにね、描ければなと思って思ってたんですけども、1日で描き上げてしまいました。はい、で服の方はですね、左側の方は白一色なので色は塗りませんでした。で右側の方がチェック柄のね、サンタクロースっぽい服なので、それがちょっと苦労しました。まず下地塗りに桃色をね塗っておきます。はい、でね、サンタの帽子もね、同じく桃色とそれから、薄紅色じゃないや、薄紅色を重ねます。でね、今回先ほど言いました通りチェック柄ということで、鉛筆で書いてありますが、ここのところはね、実際には白いねラインなので、後で消しゴムで消していきます。で髪の毛の方には光が当たっている部分に、群青色を、重ねて、質感を表現していきます。はい、これで完成ですね。はい、この辺なんかもね、光が当たるように、群青色、それから黄色、茶色、黒とね、色を混ぜて重ねました。はい、というわけで今回は、乃木坂46の4期生、筒井あやめさんと5期生小川彩さんの2人を描いてみました。はい、この動画が万が一面白いと思ったらグッドボタン、もしくはチャンネル登録をよろしくお願いいたします。以上、マースケーチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。